であります。枕ナイトのお練りが始まります。豊臣秀吉公に奉納された大阪城の俳句は起源である枕ナイトは、かつての時なお示しナイト、また当時ライトの名が示す通り、ご祭神生玉さんのお出ましをお知らせする太鼓です。大阪城の城上と城内に矢面に据え付けられていたこの太鼓は、各藩の武士の登場や下城の際に海兵衛門や元の合図として打ち鳴らされていました。生玉神社に奉納された後もしばらくは神社の海兵衛門や地方として用いられていましたが、やがて二代号をつけて御腰のように引き上げ、万事と呼ばれる打ち手が乗り込む形式が確立しました。また枕太鼓の名称は、元祖の背もたれが長く大きな枕のように見えることから、次第にお示し太鼓から転じ枕太鼓と呼ばれるに至りました。日本の夏は古来より高温多湿で、特に衛生環境が現代ほど整っていなかった時代には、大阪など多くの人口を抱える大都市で、たびたび大規模な疫病が流行し、多数の人命が行われました。共同体の危機に瀕した町中は、疫病の退散を願い、平安時代より継承されてきた名護市の原に御祭神の出場を請願し、盛大に夏祭りとして挙行してまいりました。こうした町中の疫病退散の願いを最後の乗り切り隠し、この乗り手は願う人、すなわち元人、元人と呼ばれるようになりました。元人の装いは祭りの日だけに着ることを許される晴れ着という祭り装束です。頭には烏帽子と呼ばれる赤ずきんをかぶり、豊臣秀吉公の馬印であるひょうたんの御紋の発揮をまとい、さらしを一匹寄り紐にして背中で蝶の形に予備の罰を口に挟み込みます。罰や紐は縄ばしごなどの緊急用具となるように確認されており、秀吉公一貫忍者の忍び道具として使用したとの伝承も伝えられています。また枕太鼓周辺では太鼓の采配を振る大漁をはじめ、手羽方、担い手は白あさり、ご神門を染め抜いた白に茶色、白、まだらの帯を締め、向こう口巻きに期待に立ちです。お待たせいたしました。それではただいまより枕太鼓は境内を心狭しと走り回る重装なお練りが行われます。400年の長きにわたり生玉祭りの伝統行事として引き継がれたこの枕太鼓のお練りをぜひご覧くださいますようご案内申し上げます。
搞不好他们结束了，所以就这样啊。
うたら。採点本部。マーショー。もう一つ。よーっと参道。全体だ。本気悪い。Yeah.
本気だ。